まあみんなね、就職って考え方間違ってるんだよね。だからもともとこういう分野だからそんなもんで落ち着くでしょうって思って、だからまあ言ってる意味は分かんないけど、ずっと本末なんだよね。だから一回別以上に行っちゃえば、そのまま上振りする確率の方が高いから、だからなんか一回負けてる時にまあ戻ってくるっしょとかって言うけど、戻ってきません。戻ってくるように設定されてません。機械なんでね、こっちの都合だって考えてくれないので、だから行けば行けなきゃ得だし、あ、まあ行けなかったら行けなかったけど、そう毎回転ね。その期待値とかって言うけど、あ、まあそういう見込みって人なりに言ってもそういう見込みっていうだけの話で、でもね、頑張って引くっていうことはできないからね、結局やることは一緒なんだけど、考え方としてはもう一回転一回転を切ってるわけだから、あ、なんだろう、その跳ね返りとか、うん、そう、上がったら下がるとか言ってるのはないです。あったらね、AI 搭載されてるでしょ。あ、この人この間ハマったから出すかみたいな。そんな機能はないです。結構ね、バチコラでもそういう風に思ってる人いるんだよね。だそれ違うんだけどって、たまに言うんだけどね、喧嘩になるからね、言ったら。もう分かりやすく言えば、この北道がプラスになるというってね、こういう風になると、で、こうやって上下あって、こうやってなってくるっていう、これは平均取ってるだけで、こうやってなっちゃったら、こっからこうやって線引いていいってことで、だからこうやってなっちゃったら、こっからこう線引いていいっていう、だから先のことは分かんないんで、まあ現実はこうでもこうでも、まあ、そっからのスタートっていうことで俺が言ってるのは、まあ分かっててもね、コインで裏ばっかり出たら次表出るでしょっていう気持ちは分かるんだけど、また裏出る確率も2分の1だっていうことさ、まあそういう冷めた目でね、立ち込みちゃうと配らなくなっちゃうかもしれないけど、まあそうすることがね、勝ちへのない一歩かもしれないですね。